本日はものづくり匠の技の祭典2024にご来場いただきまして誠にありがとうございます。さあ、ただいまより東京都寝具技能士会の皆様によります鈴木優香寝具の匠スペシャルステージ、匠が手掛けた椅子に合わせた座布団の製作実演と環境に優しい木綿手作り布団を実施いたします。本ステージでは椅子張りの匠が製作した椅子に合わせたクッション座布団の製作実演と環境に優しい木綿手作り布団の座り心地を鈴木優香さんが体験、王綬褒章受章者野原久義さんの解説を交えながら木綿手作り布団の無限の可能性を秘めた寝具の匠の技をご覧ください。実演いただくのは東京都寝具技能士会副会長、東京マイスター全技連マイスター、厚生労働省ものづくりマイスターである川田澄明さんです。そして東京都寝具技能士会の皆様からプレゼントがございます。こちら環境に優しい木綿製品円形座布団を抽選で3名様に差し上げます。ステージの後半にプレゼント応募のキーワードを発表いたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。なお、こちらのステージは関係者以外の写真撮影および録音録画はご遠慮いただいております。どうぞご協力をお願いいたします。さあ、それでは早速東京都寝具技能士会の皆様にご登場いただきましょう。はい、ようこそお越しくださいました。寝具の匠にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。そしてここからの進行は東京都寝具技能士会会長、王綬褒章受章者現代の名工である野原久義さんです。今年もよろしくお願いいたします。さあ、まずはですね、ステージの見どころや匠の技のポイントなどについてお話をいただきたいと思います。まず私たち寝具職種はどのような製作商品を製作しているのだろうと皆さん思ってられると思います。ここに展示してあります、掛け布団、敷布団、これは寝るときに使う寝具、寝具職種ですから、寝具を製作しています。寝具といいますとですね、睡眠、皆さんが生活する上で一番重要な、健康の三本柱と言われている睡眠、食事、運動、その一角を占める一番大事な睡眠ですね。快適に睡眠を行うためにはどのようなことに気をつけたらいいのかと、そういったことも含めて、今回は紹介させていただきます。で、また今までちょっと敷布団とか掛け布団とか、匠の技の祭典では、そういったものを中心に展開してまいりましたが、今回はちょっと初めての試みで、異業種の、椅子張りの、職種の、匠にちょっと協力していただきましてですね、こちらに今 あります、椅子、この椅子に合わせたクッション座布団を製作していこうと。実は健康な方ならこの椅子でもう十分に快適なんですよ。でところが腰痛であったり透析をされている方々の要望というのがありまして、腰痛に椅子っていうのはないんでしょうかねっていう相談から始まったことなんですけれども、もう一つプラスしてより快適なクッションを作り上げていく、でもそれを今回皆様の前で、ちょっとやらせていただこうと、そういった計画で今回やってまいりました。はい、今年は初の試みということで、また楽しみにしております。よろしくお願いいたします。さて、本ステージでは特別ゲストとしてものづくり匠の技の祭典2024のサポーターにお越しいただいております。ご紹介いたしましょう。2014年に映画で女優デビューを果たし、その後も話題作に多数出演、集英社のんの専属モデルやリポーターなど多岐にわたって活躍中のこちらの方、タレントの鈴木優香さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
はい、ようこそお越しくださいました。どうぞステージの方の方によろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、このお時間はですね、寝具の匠の技を間近で、ね、ご覧いただいて、はい、挑戦も何かしていただけるんじゃないかなと思うんですが、はい、どうでしょう、なんか寝具のこだわりとかっていうのはありますか？なんか私本当にどこでも寝ちゃうんですけど、そのせいで体勢が変な形になってて体をよく痛めちゃうので、今日は寝具について皆さんと一緒に勉強して、布団でちゃんと寝るようにしたいなと思います。この機会にぜひね、はい、もういい布団で寝ていただければなと思います。そうですね、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは観覧車の皆様と一緒に寝具の匠の技の魅力に迫っていただければと思います。お待たせいたしました。寝具の匠の技、じっくりとご覧ください。それでは今日はですね、寝具の匠といたしまして制作いたしますのは東京マイスター、東京都寝具技能士会副会長の、川田澄明氏に、これからバトンタッチさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速長座布のもう作りたいと思います。今日は長座布団ですか？そうです。今ですね、今置いて匠が置きました側生地、これちょっと白っぽいじゃないかと思われる方いらっしゃると思いますけれども、そうですね、これは実は側の裏返しに置いてるんですよ。今ちょっと最後にこれお見せするつもりだったんですが、どのような形になるかっていうの、まあ、こういう形なんですね。最終的にはこのような形に、はい、綿作りを綿を作り上げていきます。これ皆さん寝具、まあ、こういった側生地に入っている綿というのはただ綿を詰め込んでいるだけじゃないかなって思われている方が結構いらっしゃると思うんですよ。ところが私たちはこれを製作するときにこのシート状の綿ほんの1ミリぐらいしかないんです。これを1枚1枚大きく広げてそれを重ね合わせて畳み込んでこういった作る形に仕上げていくんです。だから素晴らしい耐久性が実現するんですね。それをこれからお見せいたします。じゃあ、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。これが綿、植物性の本物の綿です。それでこれを2枚、この長座布の中に入れます。はい、まず台張りとしてすごいたくさんの綿が入るんですね。そう、それで私が最初にこれこう切りますね。素手で切れるんですね。はい、柔らかい綿なんだ。結構広げると大きい綿なんですね。綿の基準は長さが180、幅が90、これが綿の平均的な大きさ。へー、はい、これで平均的な大きさなんですね。はい、でもう一枚、もう一枚、はい、します。この時に鈴木さんに手伝っていただきます。はい、はい、私が切っていいんですか？はい、いい、この線に従って、はい、ここ左手を上、はい、左右手を下にして下に入れてで、ハサミが切れるようにこういう、はい、ちょっと切ってみてください。わかりました、はい、やってみます。はい、よろしくお願いいたします。左手をこのあたりで大丈夫ですか？はい、その辺です。置いてで、そうそう、右手を下に入れて、はい、とりあえずすごいです。はい、柔らかいんですね。はい、はい、すごい簡単に切れますね。はいはい、
はい、ありがとうございます。どうですか、はい、まずこれをいくね、はい、これ全部入るんですか？ん？これ全部この綿が2枚入ります。あの大きさによっていろいろ違いますが、うん、あの椅子の適しているのがちょうど2枚ぐらいかなという感じです。今度ここを切ります、はい、ここを切るときには先ほどはこういうふうにして、はい、あの横でしたから、はい、あの力入れて切らないと切れませんが、はい、こんな縦ですからあのちょっとこうやってやるとスーッとこう切れますので、うん、ちょっと手伝ってください、はい、これを持って、はい、ここのところスーッと、いや大丈夫よ、もう横に引っ張ったらいいですか、ね、うん、スーッと、あ、こう押さえた方がいいですか、そう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 、あ、本当だ、さっきより簡単に切れますね、ま、はい、っすぐ切れてるかな、あ、大丈夫、あ、下も、あ、もうすごい綺麗にいきました、あ、本当ですか、よかった、ありがとうございます、はい、はい、これは、ありがとうございます、これが綿の性質といいまして、はい、綿は横には強いですが縦には弱い、そういうことがもう綿の性質として出来上がってます。ですからよく綿は縦横縦横引きなさいというのは今言うように、縦ですとピッと切れちゃう、横は力入れないと切れない、そういうふうな性格を性質をうまく使うのが我々職人としての、うん、まあ、力といいますかそういうところに出ます、まあ、これが一応台張りね、はい、はい、でこれからこのままではいけませんので、はい、お、あ、うん、斜めにも切るんですか、この大きさに従って、はい、四角じゃなくなってきましたね、うん、そうそう、で 本来ですとここが私行きますが、あの皆さん見えないからこれをあのこういうふうにします、見えるようにして、はい、そこもカットして、はい、でこちらも座布団の角に合わせて切ってるんですか、そうです、はい、これが長座布の、全体の大きさになります、はい、はい、かなり大きいですね、それで鈴木さん悪いんですが、はい、次のお手伝いを、はい、これで、はい、もう一回この大きさと、はい、この大きさで切っといてください、 3等分ぐらいでいいですか、はい、分かりました、やってみます、はい、その間に私はこの、あの筋を入れていきます、あ、硬いさっきの柔らかいのに慣れてしまったから、はい、硬い、あれ、よいしょ、あれ大丈夫ですかなんかさっきスムーズにできたんですけど、はい、なんでだ、あれあれ、なんかここから頑張って、ここから頑張って、頑張ってやってください、あれあ、切れた切れた、はい、切れました、はい、力の入れ方が難しいですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、切ります、あれこれぐらいかな、いや難しいですね、なんかちょっと大きくなっちゃったかもしれない
うん、ゆっくり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 硬い。いや、これをでもスムーズにやる、はい、匠の技さすがですね。あ、ちょっとちょっとここ秘密になっちゃいました、はい、ちょっとあ、ちょっと隠せないかな。どうですか、3個に分けました、はい、ちょっと待ってね。はい、今これは何をされてるんですか。これが、実はこういう椅子を作る時の一番大切な、うん、あのものです。うん、まあ、説明しますね。はい、はい、あ、ちょっとうまく切れました。はい、ありがとうございます。はい、普通の布団はこちらにある布団は、はい、こういうふうにすれば、あの角がきれいに出ます。あ、これはあの、まあ、ごく一般の掛け布団でも敷布団でもこういうふうな形になります。うん、ところがあのいい椅子は角がカーブになってます。そのカーブを出すためにこの、あの、まあ、切るっていうか、その切るのがミソネです。これがあるかないかによってこういうふうに出来上がってしまうか、あるいは R 型にできるか、まあ、それの違いが、まあ、私たちの、まあ、技術の見せ所なんです。あ、はい、そうなんですね。やっぱりカーブの方が作るのは難しいですかね。あ、まあ、ややこしいっていうか、うん、はい、で今切っていただいたのを、はい、3つの綿を、はい、めぐりって言って、はい、これを芯にします。あ、これが芯になるんですね。はい、すごい、それ3つに折れてたんですね。そう、大丈夫ですか、私が切った綿。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、では今度はい、はい、どこに重なってるか分かりますか。どこに重なってるか今3枚やったんですが、うん、はい、え、全然わからない。はい、うん、分かった。はい。ちょっと探しておいてください。はい、探しておきます。はい、え、難しいですね。どこだろう。え、あ、あ、ありました、ありました。はい、あ、見つけた。そう、そこが、あの、こういういい綿は、どこからどこまでっていうのがよくわからないんですよ。わからないですね、うん、はい、こんなにわからないもんなんだ、はい、で、この角をこういうふうにしてやるのが、はい、R の出し方。ほんとだ、ちょっとここもカーブになってきましたね。だんだん形になってきました。わ、もう見るからにふわふわですね。はい、はい、これを、どん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 入っていけますね。うん、それで、あ、それも、お、
それも入るんですか。もう本当に全部使う勢いですね。はい、これで綿作りが完成です。はい、これを、あ、これ残ってた。ちょっとね、時間がちょっとなくなってきましたので、本当はもうちょっと丁寧にね、やらせていただきたかったんですが、もうちょっと時間の都合で、これはちょっと省きました。概算こういう形で作り上げていく綿作りが結構この形を司るためにはすごく重要なポイントにはなるんですけれども、ちょっと時間もちょっとなくなってきたので、こちらにちょっとね、綿地をねちょっとやっていただこうかなと。綿地、ここに2箇所この袋も一緒に入るんですか。あ、そっちに、はい、今これは綿を中に入れてる作業ですね。引き返していく作業なんですけれども、いや、これもかなり技術がないとできないですね。綿をこうコンパクトにして中に入れ込んでいくような形なんですけれども、あまりいい加減にこう突っ込んでいくような形にしてしまうとシワが出てしまうんですよね。ですからそこがすごく注意しなくてはいけないところにはなります。私も事前撮影の時に座布団のお手伝いさせていただいたんですけど、角を見つけるのがすごい難しかったです。そうですね、角って原則的にはこう人差し指でこう落とし込んでいく、そういった角作りにはなるんですけれども、ですから指の力がないと綿がきれいに入らないんです。あ、奥までぴったり入らないんですね。ですから私たち、こういった、作業をするために、そのために指立て伏せっていうのをやるんですよ。で、私は5本の指で両手で、簡単に 2,30 回はできるんですが、さらに3本2本ぐらい、2本だけでこうやるっていうのも、指立て伏せ、そうです。それで指の力がないとできないんですね。じゃあ指のトレーニングを日々してるんですね。はい、本当はね、ここを閉じをやっていただこうと思ったんですが、ちょっと時間がないので、もうこちらに移らせていただきます。いいんですか。どのようにやるかというと、こういう形で、ちゃんと上が椅子にぴったりはまるようになってるんですね。引っ掛けられる、あとここがマジックテープでしっかり止められる形、ずれなくていいですね。座ってもずれないんですね。紐がついてるんですね。そうそう、結ぶ、そうです。しっかり紐で止めることによって、立ったり座ったりした時にずれないように、そういった工夫になります。いや、これ真ん中持ってきます。あ、はい、ありがとうございます。ぜひ座り心地をですね、今回は、はい、いいですか。失礼します。あ、すごい、どうでしょう。ふかふかですね、なんか椅子に座ってるっていう感覚があまりなくて、自分の体重が軽くなったようにも感じます。これが例えばこう敷布団の場合ですと、なんか浮かんでるか、感じがするって言われる方結構多いんですね。そうですね、浮かんでるような感じがします。なんかずっと座ってられそうです。全然負担がないですね。そうですね、通常の、椅子張りの匠が製作した椅子も、健康な方だったらもう快適なんですよ。でも、もう本当に腰痛で苦しんでる方、透析をやられてる方、もう辛くてしょうがないんです。そういった方にも優しくこう座れる椅子、そのために
プラスクッションっていうことができるんですね。でさらにこの木綿綿といいますのは、うん、植物性の繊維ですので、あの熱伝導率がすごく高いんです。ですから熱くならないで熱を逃がしてくれる。ですから長時間座っていてもすごく快適です。で先ほどあの茶室の方であの落語をやってられましたけど、はい、あの落語家の椅子もです、あの座布団もですね、うん、木綿綿で作ってるんです。そうなんですね、はい、であの最後にですね、はい、この製品をちょっと簡単にご説明します。はい、でここにあの展示してありますのが私たちの職種、まあ、一級技能士になるためにこの製品ができないと一級技能士になれないんです。私たちはこういった着物の形のもの、さらに中綿が入った、まあ、こういったものを製作する、うん、まあ、この一級技能士になって初めてマイスターに一つ一つ階段を上がっていく、うんうん、まあ、そういったあの技術、技能士、あの、マイスターから現代の名工、うん、王子褒章とあの一つ一つ階段を上がっていく、まあ、そのためにこれができないとあの実現ができないんです。すごい。さらにこの、はい、まあ、あの枕ねちょっと持ってきてみたんですけど、ちょっと触ってみてください、うんうん、まあ、通常のストローピローの枕なんですが、柔らかいけどちゃんとしっかりしてますね。これに先ほどのと同じように、はい、綿のパッドを乗せて使う、全然この使い心地が変わってきます。すごい。乗せただけで、はい、あのその、うん、厚さが分散していくんですね、うんうん、でこちらが、まあ、通常こういった形、敷布団とか毛布団、こういったセットでこの厚さなんですよ。ところが今、まあ、夏であったりお年寄りでちょっと布団干しが難しいという方にはちょっと薄く、作った製品、すごく軽く、実用的な敷布団で掛け布団はですね今、ダウンケットを使っている方も皆さん結構多いと思うんですが、はい、私たち専門家から言わせていただくと、うん、今着ている衣料品それに置き換えて考えてくださいって皆さんにご説明しています、はい、今例えばダウンジャケット着ると暑いですよね今の時期。ですからこういった木綿の製品でお休みいただくとすごく快適です。重さもあの羽毛とそんなに変わりません。ですからこういったものをちょっと利用していただくと、はい、で最後にですね、これをちょっと最後にご紹介させていただきます。あの通常皆さんお買いになられている寝具で羊毛根の敷き布団、こういったものが結構こういう構造をしているんです、ところが私たちはこういった綿この厚さが全部木綿綿になりますので、寝汗をかいても、まあ、例えばコップ1杯から1杯半の寝汗をかくってよく言われますが、ところがこちらも1リットル2リットルではなくてもう3リットル4リットルでも寝汗をかいても全部吸い込んでいきます、まあ、そういったあの機能性がすごく高いので、はい、あのこういった、環境に優しい、繊維というのをですね皆さんにちょっと注目していただきたいなと、考えております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあということでいろいろとご紹介いただきましたけれども、最後に野原さん、ご覧いただいている皆様に何か一言メッセージをいただけたらと思います。私たちがものづくりで、あの使用してます木綿綿というのは、地球上の綿畑で15億トンあのかなりの量ですね、15億トンもの二酸化炭素を吸収して13億トンものきれいな酸素を生み出す、地球上で最も環境に優しい繊維と言われています。そういった製品をですね化学繊維からそういった植物性繊維で、使っていただくということを皆様に私たちは推奨させていただきたいと、考えております。皆さん今日はあの、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそして鈴木さんご体験いただきましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。いやもう本当にこの、 あの、長座布団って合ってますか。もう座布団も座った瞬間になんかふかふかですごく驚きましたし、私もちょっと寝具について少し疎かったんですけど、これからはあの見直してみたいなと思いました。
はい、もっとね、こう体が元気になりそうですね、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。さあというわけで東京都寝具技能士会の皆様、そして鈴木優香さんに今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞご講談ください。ありがとうございました。